やばい、全然分かってない私だけ。いいぞいいぞ、なぎちゃんにどやれるぞ。もう分かりません。はい、どうもなぎです。それではしんさん、なぎちゃん先生、親父さん、本日もよろしくお願いします。お願いします。というわけで今回やっていくのが、相性のいいキャラで当てろ原神クイズということで、こちらやっていきましょう。相性のいいキャラ、そうですね。今回は原神におけるとあるキャラと相性のいいキャラクターを攻略サイトから出していただいて、その相性のいいキャラたちからそれが一体何のキャラなのかを当てていこうというクイズ企画になります。攻略サイトですか。ですね。僕が普段お世話になっている原神攻略ウィキの方から出題をしていただく形となります。俺もお世話になってますね。まあ、各元素ごとでね、相性のいいキャラ出してもらおうと思ってるので、まあ、割と比較的わかりやすいかなとは思うんですけど、まあ、ちょっとね、僕も今回は回答者側に回るので、回答者側に回るからあんまり言えないみたいなことか。いや、わかんないんですよね。問題作ってないから、実際どんくらい難しいのかが。なるほどな。まあ、簡単かもしれないし、難しいかもしれないので、はいはいはい、まあ、実際にね、やっていきたいと思います。はい、それじゃあ早速、1問目からお願いします。相性のいいキャラクターが、炎元素が深淵、氷元素がロサリア・ディオナ、雷元素が雷電将軍久喜忍、フィッシュル・北斗、国星雷主人公、岩元素が勝利アルベロということで、まあ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 、これは簡単ですね。うん、うん、あー、2択かな。俺も2択だなこれ。まあね、これってこのここに書いてあるキャラと相性のいいキャラを言えばいいんだよね。うん、あ、オッケー。フィッシュル北斗国星、国星、え、待って、私普通に分かんないんだけど、なぎちゃんだけ置いてかれてる感はちょっとなんか、いやでもね、こういう時のなぎちゃん大抵強いんだよ。じゃあ準備の方はよろしいでしょうか。やばい、なぎちゃん先生がずっと震えてる。いきます、せーの、エルア、エルア、お、全員エルア。いやでも全員違う可能性あるかもしれない。じゃあ正解の方お願いします。あ、エルア、正解はエルアということで、よしよし、ありがとうございます。まあ割と簡単じゃないかな。深淵がすごく分かりやすかったね。まあ、深淵ロサリアあたりで、まあ、物理キャラなのかなっていうのが、うんうんうん、え、なぎちゃん先生何に震えてたの。え、国星入ってるからさ、なんかちょっと分かんなくなっちゃって、ガイアとかも全然候補としてはあったから。おい、レザーと迷った。私もガイアちょっとあった候補には、うんうん、まあ、ただガイア入ってる場合は多分風元素キャラで何かしらね、あー、そうね、入ってたと思うから、まあ、それで逆算的にないかなと思って、うんうん、エールは、そうね、水も入ってないし、いや、よかった、マジで。まあ、1問目はね、全員正解ってことで、よかった、ちゃんとチュートリアルって言える難易度だった、よかったよかったよかった、うんうん、後半怖いな本当に。やばいかも。全員っていつも優勝するんだよ、この人は。分かる、俺はその未来が見える。やめなって、上げすぎるのは。ハードルが。じゃあ2問目の方お願いします。水元素がモナ・ユク・アキ・イエラン、氷元素がロサリア・ディオナ・ナナ、雷元素が九条・サラ・北斗、岩元素が勝利、風元素がカズハス・クロスということで、まあ、この岩元素の勝利の参考のならなさ異常だな。誰でもいけちゃうからな、今日の問題全部入ってそう。でも雷にサラと北斗がいいのがちょっとなって感じで、炎と草がいないっていうのかな。ゆくあきイランはちょっと相方が思いつきすぎちゃうから、そこはそうなんだよね、抜きつつ、逆に候補が多すぎるっていうのがある気がする。絶対このね、サラ北斗はポイントな気はするんだよね。あ、そういうことか、もしかして。これ、あ、これ分かったかもしれない。下手し、これさ、草がないっていうのは反映されてないからなのかな、情報が遅れてるっていうのか。まず草ないもんな、草ないから違う気がするな、このキャラ。わかんねー、どっちの元素か、まだちょっと判断できないな、これだけだと。でも、もうなんかどっちとかいうレベルでもない、なんか絞れないんだけど全然。うん、無理だよね。結構いけそうな気もするんだけどね。あの元素はないし、この元素もまずない、うんうんうん、この元素もないって考えると自然と多分で、北斗が入ってるってことはこの元素の中でもこいつだっていう。よし、来た、もう正解や。これはベネットいないのが、うん、なる。もう誰でも入れられちゃうから殿堂入りか、ベネットは。まあ、ベネットはその貫突で相性の有無が難しいキャラでもあるから、あえて入れてないのかもしれない。あーね、まあね、候補が多すぎて。よし、ではいきましょう、せーの、
ディルック・ポッペおお、ディルック・フィッシル・コクセイ・コクセイ。いや俺もコクセイと悩んだんだけど、コクセイだったら草元素キャラ入ってると思うんだよね。そうなんだよ、草元素が入ってるはずなんだけど、うん、そう思って分かんなくなっちゃった私も。うん、うん、ワンチャンまだ更新されてない可能性あるかもな。ディルックだったらナナとも相性いいし、近接で北斗も通常攻撃だから、うんうんうん、まあ、全然あるかなと思って。いやでも九条サラ、いやあのそう九条サラが分からん。サラは絶対雷キャラなんよ、サラが入るってことは。まあちょっと答え聞いてみましょうか、お願いします。あー、特性が正解。まあそれ以外ないもんな。やっぱこれが草元素入らないって考えた方がいいのかな。特性のその枠にまだね編集が入ってない可能性あるから。国政だったら炎元素キャラ入らないのも納得だし、物理型って意味でロサリア7が相性のいいキャラに入るのも分かるし、あーそうだよな、雷特化もね、うん、強いからね。他にもいろいろあったんだよね。最初フータオかなとか思ったけど、フータオだったら九条サラ入れる意味分かんないなってなったり、九条サラを軽視してたわ、うんうん、ここはでかかった、うん、お見事です。じゃあ次3問目お願いします。おー、炎元素がベネット・シャンリン、水元素がモナ・ユクアキ・ココミ・イエラン、氷元素がディオナ・カンウ・ロサリア、雷元素がライデン将軍と北斗、岩元素が勝利・アルベド、カズ元素がカズ・ハス・クロス・ジン・ウェンティってことで、草元素はなしですね。多すぎるぞ。安心と信頼の勝利。逆に勝利入ってなかったらそれはもう大ヒントかもしれん。このライデン将軍がそのキャラに対してどんな役割を果たすのか。まあ爆発を貯めるみたいな感じなんかな。もしくはスキルでの追撃目当てなのか、単純に。ああ、その元素反応ね。それ考えるとやっぱライデン将軍も毎回出てきそうな気がする、この後も。ライデン将軍入ってるってことは爆発はある程度重いってことだもん。おそらくね。かもしれない。うん、もしくはすごく爆発が大事なキャラクターか、スキルによって。それか先生と同じくなんとなく入ってる説もある。わかんねえ、これしか思いつかん。もうどのアタッカーにも合うじゃんこのなんか。いや、キンが入ってないから多分このキャラじゃないんだよな。ナギ君いいね、ありがとう教えてくれて。そうな、確かにな。まあ通常特化のキャラではないってことか、運金がいないってこと。いやでも俺このキャラだと思う。よし、俺ももうこのキャラだなってのはもう決まった。オッケー、じゃあ行きましょう。せーの、アヤト。アヤカ。タルタリア。俺とナギちゃん先生がアヤトで、おやじさんがアヤカ、シンさんがタルタリアってことで。なるほど、アヤカありえるな。でアヤカだったらね、神格が入ってると思うんだよね、さすがに。うそ、雷元素いらないんじゃないかなって思う。あ、いや、なんかアヤカの爆発が重いから将軍で貯めるのかな的な。俺も一瞬それは思った。私もタルタリア思ったんだけど、ウエンティで吸い込むとちょっと攻撃当たっちゃったりするから。いやまあそうね、そうね、俺もねそこでアヤトかなと。もうナギの言葉に騙されたんだよ。運気、あの言葉の一つで俺は選択を変えたね。タルタリアだったら7が入ってる多分。そう、近づきすぎず通常で殴る攻撃範囲の広いキャラかなと思ったアヤトにした、うん、あ、違うわ、まあいいや。はい、何か他のキャラが出てきた。他のキャラ思い浮かんだ、うん、ちなみに、うん、ショウ。ショウはね多分ウェンティが入らない。カントツウェンティとか分かんないけど、よし、じゃあちょっと正解いきましょう。あ、全員外れ。あ、じゃあもう一回考える。え、マジか。俺アヤト絶対正解だと思ったんだけど。私もちょっとキャラ図鑑見よう、なんか合うキャラいるかな。え、だってさ、ベネットシャンリンだよ。だから雷もいる以上やっぱ氷ではなさそうだしなって思っちゃうし、うん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 、あれだな、元素が多すぎて困惑しちゃうけど、多分いろんなパーティーがあるからキャラが多いってことだと思うんだよな。ってなるといろんな元素を扱えるキャラにはなってくると思う。よし、 OK です。え、ちょっと待って、まだだな、ちょっと待って、待ちなさい、ちょっと待って。いや、え、でもアタッカーだよな、さすがに。よし、それでは行きましょう。せーの、プレイ。おお、おお、おやじさん以外3人クレイ。やべ、おやじさんショウ。そうだから元素が多いから、要は拡散もできるアタッカーなんかなって思って。なるほどね。よし、じゃあ正解の方お願いします。おお、クレイ。よし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 、よし、なるほどな。クレイは候補になかったわ、うん、1個目の時点でね。ちょっとクレイも実は悩んではいたんだけど。そうね、ベネットシャンリンだよってさっき自分で言って、あって思ったんだよね。俺もね、実はナギちゃんのその発言で、おお、ベネットシャンリンっていう風に思ったもん。そうってことは炎元素かもって。そこでね気づけた。いや、よかったよかった。親父ありがとな、ショウの可能性信じてくれて嬉しいよ。いやでもショウはねみんな合うから、うん、ちょっと風元素のことはあれだけど、うん、分かってるよ俺はショウのこと。まあウェンティで
引いた敵当たんないんですけどね。うるせえな。うるせえ。クレちゃんの爆発はね、あの自動で追尾してくれるんで。次の問題いけ、次の問題。はい、すいません、次の問題いきましょう。炎元素がヨイミヤ、水元素がタルタリア、アヤとユカキ、雷元素がレザーフィッシュ、北斗、岩元素がノエル、勝利ということで。アタッカーが来たね。ね、ヨイミヤ。安心と信頼の勝利。これ逆にさ、勝利を答える問題だった時のさ一覧が見たい。全キャラ入るんじゃないだよね。ノエル入ってるの結構でかいな。ヒントな気はするが、じゃあ逆にちょっと癖強すぎてむずいな。ヨイミヤとタルタリア、アヤとアタッカー3人が入ってんだよな。でもこのキャラだと勝利はどうなんだ。いや勝利はもうあれよ、いつも通りよ。ちょっと待って、普通に分かんないんだけど、また私だけ置き去りにされてる。あのキャラがいないってことはどこまでの情報があるのか。まあ多分アヤと実装までの情報ってことかな。それにイエラも入ってはいるから。いや、あ、まあそうだね。そうだけど多分編集間に合ってない可能性もあるってのを想定して、うん、まあ、キャラ数がキャラ数だしね。まあこのキャラかな、多分当時の。 OK ですか。やばい、わかんない、もうわかんない。おっと、多分回答見たらあーってなると思うわ。サポーターだとしたら結構候補は多いから悩むかもしんない。共通点があるからね今回の。そうね、わりかし共通点。やばい、全然わかってない私だけ。いいぞいいぞ、なぎちゃんにどやれるぞ。もうわかりません。回答わかりません。よし、じゃあ行きましょう。はい、せーの、ウンキン。ウンキン。ああ、そういうことか。マギちゃん先生がアルベドってことで、みんな通常アタッカーっぽいから。うんうんうん。そうそうそう。本当やん。では回答の方お願いします。はい、ウンキン。オッケー。確かにそうだ。うん、フィッシュル、北斗、ユクアキもその通常攻撃に反応する。確かに確かに。そういうこと？フィッシュル、北斗って。フィッシュルは多分通常型想定されてるのかな。ユクアキもそういうこと？ゆかき北斗は多分その通常で反応する爆発だから通常のキャラと一緒に使うよねっていう。そういうことか。いや、イエランとかもいないしとか思っても分かんなくなっちゃった。ただ俺の中で勝利は分からんかったけどな。勝利はあれでしょ、多分岩の元素共鳴があるからっていうことなのかな。まあ実際岩元素共鳴強いもんな、うん、まあね、うん、でもまあ運金の最大効果発揮するなら岩はいない方が。なるほどな。脳死で入れた感はあったかもしれん。よし、それじゃあ次の問題お願いします。炎元素がシャンリン、氷元素がロサリア、雷元素がフィッシュル、岩元素が勝利、アルベロ、ノエルということで。おお、水がいないぞ。風と草も元素の種類多いけど、え、わかんねえ。キャラ少ないから割と特定のパーティーってことなんかな。なんだろう。シャンリンが入るんだとしたらベネットが入ってない。全然わかんねえ。だから癖が強い。なんか情報的にも割と初期のキャラなんか反映されてない説。まあ、ってことは岩が多いよね。勝利、アルベドノイド、ロサリアもまた謎なんだよな。そうなんだよな、元素反応のことを考えると何なんだろう。まだこれでシャンリンがいないんだったらわかるわ。シャンリンもいて、ロサリアもいて、フィッシュルもいて、岩元素もいるんでしょ。謎すぎる、マジで。水がいないんだよね。ガチで1ミリもわからん。いや、でもそういうことか。あー、このキャラかな。わかったかも。もう俺これしか思い浮かばん。あ、俺もちょっとこのキャラでちょっと挑戦してみるか。そうなるとノエルが入ってる理由がわかんなくなるな。あー、ロサリアもわからんしな、俺も。まあいいや、とりあえず行ってみよう。いや、わからん。わからんな、難しいな、これ。いきます。せーの。ヨコウ、タルタリア。おお、全員バラバラだ。俺がヨコウ、なぎちゃん先生がガイア、おやじさんがタルタリア、しんさんがユカキってことで。正解はいるのか。お願いします。おお、ヨコウなんだ。ヨコウ？マジか。もう岩元素キャラ3人いるから、とりあえずヨコウ書いとけと思って書いたけど。なるほど。オッケーオッケー、ラッキー。わからんて。これはなんでヨコウなんだろう。このシャンリン、ロサリア、フィッシュルとかって。ロサリアはわかんないけど、多分シャンリン、フィッシュルは中距離アタッカーの陽光で、とりあえず爆発スキル発動しとけば周りの敵に攻撃してくれるから近づかなくても攻撃が当たるっていう意味で。シャンリンは爆発当たるか、中距離で戦うからっていうのはちょっと思っちゃったりするけどな、まあ、結構広いからね、シャンリンの爆発も。まあ本当に初期のって感じなのかな、分からんね。そうね、陽光って聞くと確かに初期なんだろうな。正直陽光ならベネット入れたいわ。それは俺も思った。あの初期の頃ってさ、ベネットの評価めっちゃ下だったじゃん。デルックの劣化みたいな。だから
ベネットは全然評価されてない時代だったんだろうなとは思う。編集がそういうこと、行行だったら普段だったら入ってそうなディオナとか、汎用性高いキャラが入ってないのもなんとなくわかる気がする。まあ、風元素キャラが入ってないっていうのもヒントだとしてあったし、ね、そうね、今だったら絶対ゴロー入るね、多分バージョン 1.5 ぐらいで止まってるんだろうね。そうだ 1.4 か、ロサリアが最新だからこの中だと、うん、この情報で行行当てれたのはマジですごいわ。なんとでもなれと思って入れたそれで当たったのがすごいわマジで、うん、マジ運良かったこれは。じゃあ次ラストかな、練習問題いきましょう。ラストは、水元素がココミ、タルタリア、アヤとバーバラ、雷元素がヤエミコ、シノブ、草元素が草主人公ってことで、ついに最新バージョンに草主人公入ってきたね。これはあれですね、超開花ができますね。あでもコレイが入ってないの謎だな。いやーニーロかな、先読みがすごい。いやディシアだよみんな、分かってないな。ニーロだったら多分雷元素入らねえわ。いやあえてこうなんじゃないかっていうのもあった。いきましょう、せーの、コレイ。コレイティナリ、あれ新さん以外これってことで、新さんがティナリで、はい、ティナリだったらタルタリアやとは入らねえと思うんだよな。あーてか俺途中さ、ね、なんかあコレイがいねえなって言ってあってなっちゃったからてかあって言ってたよね。ここでそういうことか、コレイってことなのか。そういないってことはもうそれしかないかなって思った。そう正解お願いします。あもう勝利現象じゃん、勝利現象。えいコレイ正解。いやちょっと喋りすぎちゃったな、答え言ってたからね逆に。いやまさかコレイだとは思わなかったんだよその最初草主人公いるのにコレイがいないってなると相当あれだしね。なるほどな、いやこれは一本取られた、俺ティナリだと思っちまった。ティナリもちょっと迷ってたけど、まあ、タルアヤトが入ってたからアタッカーじゃないかなと思って、うん、あーなるほどな。はいということで今回は原神相性のいいキャラでどのキャラか当てろという企画でございました。これ面白かったから好評だったらまた第2弾もやりたいね。うん難しかった、うん、もうやってる俺らとしてはいろいろと考えたしすごい楽しかったね。いろんなパーティー考えるからね。このキャラを使ってる人はね、このサイトで育成の参考とかにもなると思うんで、ぜひぜひ原神攻略域も参考にしてみてください。はい、それでは今回遊びに来ていただいたしんさん、なぎちゃん先生、おやじさんのチャンネルは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。また今回の企画の感想についてはハッシュタグ原神企画部をつけて感想ツイートをしていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。